皆さんこんにちは、自然発生骨院の栗原です。本日も皆さんの体の痛みに対するお悩みのヒントだったり健康情報をお伝えしていこうと思います。はい、今回の、テーマなんですが、今回は肩ですね。しつこい肩の痛み、もうずっとですね、もう慢性的になって1年以上前から、痛いとかっていった、肩の痛みで悩んでる方に対してのですね、この対処法っていうのをお伝えしていこうかなと思います。その前に、なぜその肩の痛みになってしまうのか、肩が痛くなってしまうのかっていうところを、お伝えしようかなと思います。はい、これはですね、前の、別のですね動画でもですね、以前お伝えしたことはあるんですけども、肩が痛いと、その痛いところっていうのが原因ではないんですね、実は。なので、痛いところっていうのは実は被害者みたいなもので、別に原因があるって思ってください。なので、肩が痛くてずっと肩に湿布を貼っている人とか、肩をマッサージしてもらっている人で、それで何回も何回もこう繰り返す、しばらく、いい状態が続くけどまた痛くなってしまうといった、お悩みがある人はですね、実はですね、そこが原因ではない可能性があります。はい、この時のですね、原因っていうのは姿勢になってきます。通常こういうふうにですね、耳の位置と、肩の位置っていうのはまっすぐな状態がいいんですけども、骨盤がですね後ろにこう倒れてしまって、それで、背中が丸くなってしまって、頭もこう前にずれると、だいたいこういうような座り方をしてしまっている人ですね。極端にやりましたけど、こんな感じで座ってるとかっていう人は、実は肩甲骨が外にこう広がってしまって、巻き肩ですね、肩が前側にこう巻いちゃうので、そうするとそうですね、肩の筋肉、背中の筋肉ってビヨンとこう伸ばされちゃうんですね。その、伸ばされた状態が長く続いてしまうと、実は、肩が筋肉が硬くなってしまって、それが原因で痛みになってしまうんですね。はい、なので、次の動画ではですね、この、しつこい肩の痛みで肩に治療しても なかなか成果が出ない方の、肩の痛みの解消法っていうのをお伝えしていこうと思います。はい、いかがだったでしょうか。なので、次のですね、動画でしっかり解消法をお伝えしますので、それを実践していただいて、肩の治療をしてみてください。はい、本日も動画を見ていただきありがとうございました。